皆さんこんにちは、ルイです。今回は情報修正で強化されたキャラやサポートカードの紹介と、強化されたキャラで新しく作れる対人編成例を紹介していきたいと思います。まず情報修正されたキャラは、独走三笘、覚醒三笘、急三笘、ホンダのリアル選手4人と、ジュリアン・ロキ、パブロ・カバソス、ダダ・シウバ、アダム・ブレイク、レオナルド・ルナの世界選抜メンバー5人となっています。サポートカードはワールドクラスの証明とワールドチャンピオンになるためにの2枚、合計11個に情報修正が入りました。内容は練習メニューカードの効果調整、母体成長率の調整、練習メニューカードの変更、練習能力の調整、特殊能力の調整、トレーニングスキルの調整、マッチスキルの追加、この7個となっています。まずは独走三笘から内容を見ていきたいと思います。練習メニューカードイメージトレーニングの黒紫が白赤金カードに変更、レクボ120% だったものが最大 140% に変更。そして特殊能力は専用スキル獲得時ターン延長権利1ターン獲得が追加されて、新トレーニング開始時にはスタミナ4000万上昇、スタミナ以外のステータス100万上昇、コンディションアウェイクニング突入、ターン延長3ターン、レベル60以上で1ターン追加、レベル65以上でスタミナがさらに1000万プラスされて合計5000万上昇、さらにターン延長1ターン追加されて合計5ターン獲得できるようになりました。トレーニングスキルは独走三笘、ワールドクラスの証明、ワールドチャンピオンになるためにを揃えたら常時賢さアップ最大 120% となっています。追加されたトレーニングスキル2つともめちゃめちゃ強いですね。続いて覚醒三笘は母体成長率、スピード、フィジカル、賢さ、キック、この4つがアップしています。練習メニューカードも白紫が白赤金カードに、白赤金カードがカオルカードに変更され、レクボ 100% が 140% に変更されました。特殊能力も専用スキル獲得時コンディションアウェイクニングに突入し1ターンの延長権利獲得、さらに新トレーニング開始時には先ほどの独走三笘と同じくスタミナ4000万上昇、スタミナ以外100万上昇、コンディションアウェイクニング、ターン延長3ターン、60レベル以上で1ターン追加、65レベル以上でさらに1ターン追加と、スタミナプラス1000万と特殊能力かなり強化入りましたね。トレーニングスキルもこちらも 120% と 100% のものが追加されて、さらにもともとあったトレーニングスキル最大 15% だったもの2つが 45% に調整されています。続いて急三笘は母体成長率すべてアップして、練習メニューカードも黒赤カードがランカードに変更、白赤金カード、カオルカードに変更、スペシャルレクチャージボーナスも 100% が 140% に変更されています。そして特殊能力は専用スキル獲得時コンディションアウェイクニングと1ターンの延長、そしてもう一つは先ほどの独走三笘と覚醒三笘と同じ内容になっています。こちらもトレーニングスキルは 120% と 100% のものが追加されていて、調整が入ったトレーニングスキルは 15% のものが45% に変更されています。次はワールドクラスの証明です。白赤カードが濃い赤カードに変更、濃い紫カードが濃い紫金カードに変更されました。スペシャルレクチャージボーナス 120% がなんと 160% に変更され、特殊能力も今までは独走三笘を育成選手に編成した時にしか発生していなかったものが、覚醒三笘、急三笘も対象になって、さらにスタミナ3000万上昇、レベル100になればプラス2000万で合計5000万上昇となっています。追加されたトレーニングスキルは常時賢さアップ最大 45% が2つ、そして調整も2つ入っています。続いてワールドチャンピオンになるためには全力の白青が濃い青カードに変更され、レクボこちらも 120% が 160% に変更されました。特殊能力はあまり変わっていないんですけど、覚醒三笘、急三笘、独走三笘、ホンダを育成選手に編成した時スタミナ3000万上昇するようになりましたね。トレーニングスキルの方は2つ追加と1つ調整が入っています。次はジュリアン・ロキです。スタミナ、スピード、賢さの成長率がアップし、レクボ 100% が 140% に変更、トレーニングスキル新しい日和と合わせることで常時スピードアップ最大 45% が追加されました。続いてカバソスはスピード、フィジカル、テクニックの成長率がアップして、レクボこちらも 100% が 140% に変更、トレーニングスキルは反射潔、新しい日和、
そして浴衣凪、この3人との組み合わせが追加されました。どれも常時テクニックアップ最大 45% 上昇となっています。続いてダダシウバはスピードとテクニックの成長率がアップして、レクボ 100% がこちらも 140% に。トレーニングスキルは新国神、クロス時光、新大地との組み合わせで常時フィジカルアップ最大 45% が追加されています。続いてアダムブレイクはスピードとテクニックの成長率がアップして、こちらもレクボ 100% が 140% に変更。トレーニングスキルは新国神との組み合わせで常時フィジカルアップ最大 45%。 そして元々あったフィジカル固定ボーナスと筋トレマシン時スペシャル発生率アップ 15% というものが調整されて、フィジカル固定ボーナスプラス常時フィジカルアップ最大 45%、 そして筋トレマシンスペシャル発生率アッププラス常時フィジカルアップ最大 45% に変更されました。続いてルナはスピード、フィジカル、テクニック、賢さ、キック、この5つに調整が入りました。レクボ 100% が 140% に変更。反射潔と新しい日和との組み合わせで常時テクニックアップ最大 45% が追加されています。そして最後はホンダです。スタミナ、スピード、フィジカル、テクニック、賢さ、キック、すべての成長率がアップして、レクボ 70% が 120% に変更されました。他にも練習メニューカードの効果調整として、例えば覚醒三笘と旧三笘とワールドチャンピオンになるためにが持っているカオルカードがコンディション消費が大きい8倍、この部分が金カードの14倍になって、練習実行時コンディションが特大回復し、確定でアウェイクニング状態に変更されています。こんな感じで練習メニューカードの調整も結構入っているんで、気になる方はここしっかり確認しておいてください。ざっくり説明すると、カオルカードは倍率の数値とプラスアルファ変更されていて、世界選抜メンバーは6倍が12倍に変更されてるって感じですね。それでは世界選抜メンバーとリアル選手を入れた新しい対人編成で紹介していきたいと思います。まずは覚醒三笘が入った編成ですね。ロッキー、ホンダ、アダムブレイク、カバソス、覚醒三笘、この編成はマッチスキル17個発動するようになっています。続いて旧三笘が入った編成はロッキー、ホンダ、アダムブレイク、ルナ、旧三笘となっています。最後3つ目はロッキー、ホンダ、ダダシウバ、カバソス、独走三笘、この5人となっています。こちらもマッチスキル17個発動しますね。独走三笘の編成はアダムブレイクやルナと変えてもある程度マッチスキル発動するようになっているんですけど、覚醒三笘と旧三笘はこれ以外の選抜キャラにするとマッチスキルが結構減ってしまうんで注意してください。ちなみに覚醒三笘と旧三笘の編成だと賢さキャラがいないんで、ルナやカボソスを賢さで育成する必要があります。もしこのメンバーを揃えられる人はぜひ使ってみてください。それでは最後に三笘の無料ゲリラガチャ来てるんで、このガチャ引いておこうと思います。ピックアップ、独走三笘、新日和、七瀬、世界柱、あいつらは強い、この5枚でいきたいと思います。三笘も欲しいけど、三笘以外の4人のピックアップ当たってほしい。潔演出から、おお、久しぶりに見た無料ガチャからのバロー演出、マジ頼む。三笘ももちろん嬉しいよ、嬉しいけど七瀬出てほしいな、出てほしい。さあ金ボールは4つ、誰が出てくれるか。マジでエクストラサポートカードだけは勘弁。来た、これは誰だ、バチラ、嬉しい、最高。ということで無料ガチャの結果は世界柱1枚でした。マジで熱い、久しぶりに当たった。皆さんの結果もコメントで教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。